はい、KLR650 ですね。はい、こちらのご紹介になります。はい、もともとはですね、オフロード川崎が放ったですね、ビッグオフロードの 650cc、なんとシングルドドドンですね、なんですけども、ホイールがですね、このように前後17インチの、はい、モタードホイールに変わっております。はい、ちょっとエンジンかけてみましょう。あ、そうそう、ドラレコをつけましたよ。おまけで差し上げます。いいっすね。ダン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 、素晴らしいっすね。これがねパワーがあってね、すごいいいんですよ。はい、で、今ですね、このようにオンロードタイヤ普通に履いてるんですけども、このオートバイが出た当時と比較して今いろんなタイヤが出てます。で、ミシュランのですね、アナーキーアドベンチャー、はい、オフロードタイヤですね、このホイールサイズでも履くことができます。はい、そんなに高くないです。はい、なので、オフロードバイク的な感じで、乗りたいなという場合もですね、十分に楽しめるのではないのかなと思います。はい、キャブ車です。はい、ビッグキャブ CVK 景品ついてますね。はい、ビッグキャブで、キャブヒーターがここにねこう刺さっているので、まあキャブヒーターが入ってるやつっていうのはだいたい寒冷地仕様です。はい、じゃあ寒冷地仕様暑いところで乗っていいのかって全然関係ないです。はい、関係ないというか、その寒冷地でもちゃんとできるようにできてるっていうだけで、別に暑いところでですね余計暑くなるとかそういう話ではないです。はい、という感じです。ね、もう本当ね、最近オフロードもねアドベンチャービッグオフブームというふうになってるんですけど、まだまだ現行のアドベンチャーバイク、大型の650以上、まあ、650クラスのやつがあんまり出てないと思うんですよね。だいたいまあリッターかリッターオーバーになってると思うんですけども、非常にこう足つき悪くて、足つき悪いというか、まあ車高が高くてですね、でかいと、まあ軽さは結構軽いんですけどのも出てるんですけどね、BM なんかはね重いですけども、はい、そんな中で、この世代のですね、しかもタイヤが17インチ化されてますので足つきが割といいです。今私両方の足がこのくらいついてます。はい、ね、しっかり足つきもしております。はい、よいしょ。ジビの、はい、フィッティングがリアについてますので、ケースと付けられるんじゃないかな。はい、という今まさにこのまだまだアドベンチャーブームで高い中、 KLR650 というですね、とてもレアなオートバイなんですけども、お求めやすくなっております。はい、いかがでしょうか。僕は大好きなバイクなんですけどね、フォーストですし、昔はね、オフロードっていうとね、ツーストだったんですけども、今どん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 オフ車減ってます。はい、この機会にですね、ご検討の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。うちの方でですね24ヶ月経験、車検とですね、あとそれに関わる整備、それから保険、保険って自賠責ですね、がついております。はい、店頭行ってらっしゃいの金額になっておりますのでご検討いただければ幸いです。全国各地二宮が納車買い取り回っておりますので、お申し付けいただければお伺いすることが可能になっております。はい、どうぞよろしくお願いします。